こんにちは。6月15日は、語呂合わせでオウムインコの日になっています。動物園ではよく見られるインコたちですが、実は絶滅の危機にある鳥ということを知ってもらうための日です。とべ動物園では現在イベントを休止していますので、動画でとべ動物園にいるオウムとインコたちをご紹介したいと思います。まずはじめに南米獣舎にいるルリコンゴーインコたちをご紹介します。まずはじめに南米獣舎にいるインコをご紹介します。南米獣舎にいるのはこちらのルリコンゴーインコです。コンゴーインコには20数種類いると言われていますが、このルリコンゴーインコは綺麗な青色と黄色が特徴的なコンゴーインコです。はい、こちらにいるのは夫婦です。ラグーン君とメイクさんです。隣に行くと少し大きめなのがラグーンなので、右にいるのがラグーンです。はい、目元を見ていただくと少しキリッとしてちょっといかつい目をしているのがラグーンです。そこが見分けポイントです。コンゴーインコはインコの中でも、最大の大きさです。とても大きいインコさんです。で、社会性を持つ鳥で、こちらの2羽も夫婦なんですが、一度ペアになると一生離れることはなく一生連れ添います。はい、そして、大きな鳴き声でコミュニケーションを取ったりしています。で、このインコの特徴がですね、くちばしと足を器用に使って生活をします。移動をするときもくちばしを使ったりするのですが、ご飯を食べるときもくちばしと足を上手に使うことができます。それではご飯の、ピーナッツを落花生をあげてみたいと思います。はい、直接あまりあげてごめんごめん、はい、はい、はい、足で持って上手に食べます。そしてポイントは薄皮も剥いで食べます。立派な舌を持っているので、その舌を使って大きな殻と、薄皮も剥いて上手に食べますね。みかんをあげる時にも舌のくちばしを使ってスプーンのように削いで、上手に食べることができます。はい、今落花生をあげたんですが、とべ動物園ではリンゴやキウイ、食パン、蒸したさつまいもなどをあげています。目元も見えますかね。右にいるのがラグーン。少し白目が大きくてキリッと見えるかなと思います。続いてご紹介するのはリトルワールドのインコの泊まり木にいるインコたちです。こちらはルリコンゴーインコの羽です。これをバトンにして渡したいと思います。それでは王のキーパー、はい、受け取りました。ではこれから、インコについて、ご説明をいたします。いつも感じはこのようにしております。インコさんたちよくある質問、飛んで逃げないのですかという質問が一番多いです。インコさん、テリトリーを守るという習性がすごく強い鳥です。自分のテリトリーの中にもし自分がいないとき、他の鳥が来て自分の場所を取られたりするので、テリトリーの中でじっとしている習性があります。で、そういった訓練を行っています。この日まで、いつも台車で、獣舎の方から移動しています。今日は、台車の方に乗せて近くから撮影するようにことしています。ところが好きなので、高いところがあるとそちらに映る習性がコントロールをして、じんちゃん、はい、じんちゃん、はい、ジュルちゃんおいでーす。よいしょ、はい、どうぞ。よいしょ、はい、そうくんも、はい、では一話一話紹介していきます。まず私の一番手前に行こうが、
お父さんになります、キバコンゴインコのソウ君、22歳です。で、その隣がナナちゃん、お母さんで10歳になります。その向こう側にいる、緑の子がミーヤ君、男の子で3歳になります。そうなんです。で、上に赤い子、目の内の白いところに赤い筋の模様があるリンちゃんで、女の子8歳になります。で、奥の子が赤混合インコの、ルーカー、男の子で、37歳、推定で37歳になります。で、当園に来た時に、生年月日の情報がなくて、目の瞳の色が白目と黒目がはっきりしてました。で、白目と黒目がはっきりするのは3歳以上というからで、それと飼育年齢を足して、推定37歳ということになります。こちらの、セナ君、男の子で、去年の1月2日生まれ、ちょうど生まれて1年と半年になります。瞳の色が全体的にちょっと灰色い黒っぽい色で、まだ白目と黒目がはっきりしておりません。3歳になったこちらの、ミーヤ君はもう白目と黒目がはっきりしております。ミーヤ君は、今手に乗る練習をずっとしております。で、実際お客様方に、手に乗せる場合は高所を使っているところの革の手袋をしてから、手に乗せるようになります。で、じーっとしていたらご褒美に殻付きの落花生を与えております。よいしょ。足指を使って上手に落とさないように取りますので、ね、見ていてください。で、中の茶色い薄皮は舌を使って上手に落とさないように、ね、皮を剥いて食べていきます。では、こちらのルリコンゴインコ、ルンルンさんなんですが、この子は今、泊まりに泊まれるように練習をずっとしてます。もう2年ぐらいしてるんですけど、なかなかリンクしてくれなくて、今まだ、一生懸命練習しております。尾羽根がすごく長くて、じっとすごく綺麗な色でね、はい、近くで見てもらえたらいいなと思ってます。よいしょ。では次はふれあい広場にいるキバタンのご紹介をいたします。はい、どうぞ。はい、ではバトンをもらいましたので、次はキバタンの太郎くんについてご紹介したいと思います。で、こちらのキバタンはオーストラリアやニューギニアなどに生息するオウムの仲間になります。で、現地ではペットとして人気がある一方、畑や農園などを荒らす害鳥としても扱われています。で、皆さんはインコとオウムの違いが何かわかりますか？この頭にご注目ください。太郎くんの頭にある黄色い羽、これを冠の羽と書いて冠羽と言います。で、この冠羽は怒った時や驚いた時、興奮した時などにバサッと広げて感情を表現します。で、オウムにはこの冠羽がありますが、インコには冠羽がありません。で、このふれあい広場のすぐ近くにいる先ほどの混合インコとぜひ見比べてみてください。で、こちらの太郎くんですが、オスのキバタンです。で、はっきりとした年齢はわからないんですが、道後動物園からいたという記録がありますので、最低でも35歳は経っていると思われます。で、太郎くんですが、おはようやこんにちはなどの挨拶はお手のもので、その他にも人の笑う真似やトラックのバック音なども真似できちゃいます。今ほうほけきょほうほけきょと言ってます。で、どうしてこんなにおしゃべりが得意なのかというと、まず一つ目がまず一つ目が、オウムの舌はベロですね、はとても分厚くて丸い
形をしています。それをとても器用に動かすことができるという点で、もう一つが私たちでいう声を発する場所、声帯ですが、鳥には鳴く管と書いて鳴管という器官があります。でその鳴管がとても発達しているので複雑な音を出すことができます。で最後にもう一つが、とても知能が高くて仲間とコミュニケーションを取る際に鳴き声でコミュニケーションを取ります。で太郎ちゃんにとってのパートナーは私たち人間です。で私たちとコミュニケーションを取るために人の話し方などを真似していると言われています。こちらの太郎ちゃんですが、ちょっと天の弱な性格をしておりまして、はい、お客さんがたくさん話しかけててもあんまり答えてくれない時があります。その時はちょっと立ち去るふりをしてみてください。そしたら太郎ちゃんが引き止めようとして声をかけてくれるかもしれません。皆さんいかがだったでしょうか。現在はガイドイベントは中止していますが、今回の動画を見てオウムやインコについて、たくさん知ってもらえたら嬉しいです。またぜひたくさんの動物に会いに来てください。ありがとうございました。